皆さんこんにちは、大堀123さんでございます。もう本当に今日はもう本当に、ね、嬉しい、また大切な大切なお知らせをね、皆さんにお届けしようじゃないかということなんだね。このハーモニカ皆さん見たことあると思うんだけどね、私大堀123さんの動画ではもうかなりおなじみというものだということなんだけれども、これはいわゆるメジャーボーイというね、テンホールズハーモニカ、これ10コーナーがあるハーモニカなんだけどね、ダイアトニックハーモニカって言い方もするんだよね。ハーモニカの中でも一番人気があるんじゃないかというふうなものだと思うんだね。黒いところを見てもらってもお分かりの通り、いわゆる樹脂ボディなんだね。ステンレス製のカバーかな、それをこう挟むことによってね、高い演奏性を誇るというね、日本製のハーモニカなんだけども、このハーモニカどこが作ってるかっていうのをご存知だろうか。みんなもちろん知ってる方も多いと思うんだけれど、この裏になんと TOMBO とあるね。そう、トンボ楽器製作所というね、ショールームは東京の西日暮里というところにあって、ハーモニカを作っているファクトリーそのものは埼玉県の戸田というところにあるんだよね。1917年に発足してからね、もう100年以上の歴史を誇るハーモニカメーカーなんだけれども、長渕さんとかゆずの岩沢さんとかはこういったハーモニカ、このメジャーボーイよくお使いになってるけどね、私大堀一二さんもね、トンボの皆さんをお作りになるハーモニカよく使わせていただいてるということなんだけど、こういう展開になろうとはということで今からお話をするんだけど、私大堀一二さん、なんとメジャーボーイを作っていらっしゃるトンボ楽器製作所の皆さんとね、タッグを組ませていただくことが決定しました。タッグを組むというのはどういうことかって、まあ、いろんな意味があるんでね、これからちゃんと説明をしていこうということなんだけれどもね、トンボ楽器製作所の皆さんがですね、ホームページにてですね、開催するイベント、まあ、オンラインイベントという言い方になるのかな、トンボ祭、トンボ祭り、タイトルを引っ提げてやるということで、2023年の9月30日から2023年の11月26日までと、約2ヶ月間かな、テンホールズのハーモニカに関することはもちろんのこと、アコーディオンだったりとかね、まあ、トンボ楽器製作所の皆さんが作られている楽器に関するコンテンツがね、いろいろと並ぶということなんだね。ライブ配信もなんかされるみたいだよ。オンラインだからできるということをね、じゃあやっちゃおうじゃないかというコンセプトということのようだけれども、これもう一回皆さん拍手してもらいたいところなんだけど、トンボ祭にですね、私大堀一二さんなんと出させていただくことが決定したんだね。ありがとうございます。トンボ楽器の皆さんからお伺いしたところによると、トンボ楽器製作所の皆さんのホームページ、動画の概要欄にも貼らせていただいてるんで、ぜひご覧になっていただければと思うんだけども、 URL でね、トンボ楽器製作所のホームページ内で設定されているトンボ祭、トンボ祭りサイトに行っていただくとね、トンボ楽器製作所エリアっていうねところがあるそうなんだけれども、トンボ楽器製作所エリア内のインタビュー記事があるんだけど、そこに私掲載されるということなんだね。まずそれが一つ、まあ、なんと大堀一二さんにとって初めてのインタビュー、嬉しいやら何やらということなんだけど、公開されてからのお楽しみということでね、内容に関してはちょっとまだ言えないんでね、申し訳ないんだけどね、ざっくり言うとなんだけど、メジャーボーイに対する思いとかね、まあ、ハーモニカに対する思いっていうのは僕もいろいろあるものだから、まあ、こだわりも含めていろいろ熱き思いというものを自分の中では持っているというふうに思ってるんで、それをこう、まあ、存分にですね、語らせていただいているということなんだね。自分の活動のことだったりとかね、まあ、今までこう僕は YouTube の動画だったりライブだったりで、まあ、大堀一二さんとは何ぞやということでいろいろとお伝えしているんだけれども、違ったラウンドで大堀一二さんというものは何ぞやということをですね、ご覧いただけるんじゃないかというふうに思うんだね。楽しみに見てもらいたいというふうに思うんだね。よろしくお願いしますよ。そしてね、あともう一つあるんだけどね、トンボ祭り、トンボ祭のページ上にね、このプレイヤーブースという名前の場所というかね、設置されるということだそうで、プレイヤーブース内に私大堀一二さんのちょっとした活動の経歴とか、活動に関する話とか、私の持っている SNSとかね、プロフィールページだよね、いわゆる、まあ、そういったものもね、このプレイヤーブース内に掲載してくださるということで、それもぜひご覧いただきたいなというふうにもね、こんなことがあるのかというようなことがね、ついに起こってるということでね、僕はこのメジャーボーイ2005年から使ってるんだけど、それこそこの A のキーを最初に使ったのがスタートだったんだ。自分なりに練習をして、皆さんにお聞かせできるところまでは鍛錬をしているつもりなんだけれども、単体で僕も吹くこともあれば、ハーモニカホルダー HH800 って、これもね、トンボ楽器製作所の皆さんがお作りになってるやつなんだけど、これにこのテンホールズハーモニカを取り付けると。このようにこう、首からぶら下げる。アコギを弾きながらハーモニカを演奏するというようなことをよくやるよね。
下手役、そしてまた果てはメインとなるような立ち位置っていうものを持ってるのがこのテンホールズハーモニカの良さというか魅力でね、しかもやはりメジャーボイってまた音いいんだよ。いろんなアコギにねしっかりこう対応してくれるのねっていう感じで、普通に吹いてもあるいはっていう感じで、セカンドポジションって言ってね、小気味のいいリズムといった奏法にもねものすごい合ってると、柔軟に対応してくれるっていうね、本当演奏性の高さそして音の良さっていうものをすごい感じてるっていうのがこのメジャーボーイトンボさんのお作りになっているテンホールズハーモニカの魅力だと思ってるんだけど、これ以上語るとまたこれ内容ネタバレになっちゃいそうだから、あんまり話さないようにしようと思うんだけど、それぐらいねもう本当にいろんなねこう思いが溢れるような楽器なんでね、まずトンボの皆さんとこのような形でタッグを組ませていただくというか、ご一緒できるような機会というものが生まれるとは本当に思いもよらなかったということなんだね。まあ何はともあれ、2023年の9月30日からトンボ楽器の皆さんのホームページにて掲載される、トンボ祭、トンボ祭り、トンボ楽器製作所エリアというところに私のインタビュー記事が載るということで、ハーモニカに対する思いも含めてなんだけど、また違った大堀一人さんの見方ができるんじゃないかというようなコンテンツが載るんでね、ぜひ見ていただきたいということと、そしてプレイヤーブースというねところの中に私のプロフィール等を載るということで、これまた楽しみにしていただきたい。この2つをぜひお忘れなくということでね、本当にこの場をお借りしてなるんだけども、このトンボ楽器製作所の皆さん、そしてトンボ楽器製作所のですね永井さんという方がいるんだけど、このイベント出ないかと、ぜひ出てくるということでね、お声掛けをいただいたということで、本当に、この場をお借りしてお礼を申し上げたいと思います。本当ありがとうございます。メジャーボーイはじめトンボ楽器製作所のお作りになるトンボブランドのハーモニカ、もちろんずっと使い続けていこうと思うんだね。そしてまたいろいろなねこうレビューだったりとかまたできればなと思うし、自分のライブだったり動画だったりでもねガンガンと活用していきたいというふうに思ってるんでね、トンボの皆さんのトンボブランドハーモニカ、もう世界一だと思うよ。本当に冗談抜きでハーモニカ大国はどこですか。ヨーロッパがほぼメインじゃない、ドイツだったりね、そういったところが大体ハーモニカ文化っていうのはスタートじゃないかなと思うんだけど、もう本当にこう追いつけ追い越せというところの中で、このアジアを代表する、日本を代表する、もうそして世界を代表するメーカーが本当に対等、いやそれ以上に君臨されているっていうことなんだから、リー・オスカーさんだって使ってるからね、あとミック・ジャガーさんも使ってるんだから、何度も言わせていただくけど、とにかくこの動画の概要欄にトンボ楽器製作所の皆さんのホームページ、そしてメインとなるトンボ祭、トンボ祭りの URL をね添付させていただくということで、ぜひそこからね概要欄からご覧いただきたいというふうに思うね。動画のこっちかにあのバナーがピンってこう出てくる時があると思うんで、そこから飛んでくれてもいいかなというふうに思うんでね、ぜひ9月30日から始まりますからね、楽しみにしていただきたい。そして見てね、11月にかけてかな、僕に関するいろんなこう情報というのがねちょこちょこと出てきそうな感じなんで、それもぜひ楽しみにしていただきたいというふうに思うねということで、また次回の動画でお会いしようということで、大堀一人さんでした。それではさようなら。いいね、とある配信サイトの一角で一人の若者がギターを抱え、She showed me the reason to